皆さんこんにちは、のわ。今日から楽しいレッスンが再開なのだ。今日はムーンライトセレナーデをいろんな奏法で弾いてみます。テンションコードを活用したり、オーギュメントというコードを入れてみるのもおしゃれな響き